ニコラス・ジョン・ハンドリーは、アメリカ合衆国オーレゴン州ベントン郡、コーバリス出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち。愛称はハンド。2002年の MLB ドラフト5巡目で、フロリダ・マーリンズから指名されたが、契約せずに、アリゾナ大学に進学した。サンディエゴ・パドレスでの現役時代2005年の MLB ドラフト2巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、 7月4日に契約。2008年7月4日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。7月26日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャー初本塁打を放った。この年のシーズン途中から聖保守として活躍した。2009年は前年の活躍もあり、スプリングトレーニングの時点では開幕した面を期待されていた。シーズン中は バックアップ保守であるヘンリー・ブランコから指導を受けていたが手首の故障のため6月下旬から8月上旬まで約50試合欠場した。2010年はヨービットトレアルバと正保守の座を争った。2011年も正保守として開幕を迎えるが内服者筋や肘の故障で長期離脱した。8月21日のマーリンズ戦で シーズン5本目の3塁打を放った。これはパドレスの保守として1990年にベニート・サンティアゴが記録して以来となった。またこのうち4本が8月16日から21日までの6日間で放ったものだった。このようにシーズンを通して打撃好調で規定打席未満ながらも打率288、9本塁打、29打点とキャリアハイの成績を 残した。2012年3月20日にパドレスと総額900万ドルの3年契約を結んだ。シーズン序盤は開幕から7試合連続無安打となるなどスランプに陥った。5月の月間打率は123を記録するなど6月終了時点で打率166となり6月30日に矢妻にグランダルトの入れ替わりで トリプル A 級通ンパドレスへ降格した。メジャー復帰する直前の8月9日にハムストリングを痛めて故障者リスト入りした。その後、復帰3試合に出場するも右膝の半月板を損傷し、手術を受けた。2013年はグランダルがドーピング検査で50試合の出場停止処分を受けたため、開幕から正捕手を務めた。 グランダルが復帰した後は併用されるも、グランダルが故障で、再び離脱したため、シーズンオフまで、ハンドリーが、正捕手を務めた。最終的に、自己最多となる114試合に出場し、自身初の2桁本塁打となる13本塁打を、放った。2014年は開幕ロースター入りし、開幕後は、グランダルのバックアップとして33試合に出場。打率、 271、1本類打3打点だった。ボルチモアオリオールズでの現役時代2014年5月24日に、トロイパットンとのトレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。オリオールズでは50試合に出場して打率、233、5本類打19打点、1盗塁を記録した。オフの10月31日に、 オリオールズが500万ドルの球団オプションを破棄したため FA となった。2015年1月5日にコロラドロッキーズと総額625万ドルの2年契約を結んだ。2016年11月3日に FA となった。2017年1月24日にサンフランシスコジャイアンツと1年200万ドルで契約を結んだ。オフの11月2日に FA となったが12月19日にジャイアンツと1年契約を結んだ2018年8月14日のロサンゼルスドジャース戦で7回にドジャースのヤシエル・プイングの打席でプイグと抗論を起こし乱闘に発展しブイックと共に退場処分を受けたオフの10月29日に FA となったオークランドアスレチックス時代2019年2月11日に オークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月19日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月24日にリーフとなり、27日に自由契約となった。2019年8月13日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。参加のトル a 級。 リーハイバレーアイアンピックスでプレーしていたが8月30日に自由契約となった。2020年2月12日に現役引退を表明した。ありがとうございます。